どうも、ワニです。そしてこちらは、俺がね、スネークセンターの池を、まあ、全部掃除した時にいただいてきました、ヌマエラビルがたくさんついてる亀ですね。クサガメのオスです。そう、こいつにはね、ヌマエラビルっていうクサガメとかイシガメ、まあ、イシガメ科の亀に寄生する寄生虫がびっしりついてたんで、それをね、掃除してあげようかなと思って、まあ、特別にいただいて連れ帰ってきました。この一匹のクサガメにね、ものすごい数のヌマエラビルがついてたんですよね。どこ行ったかな？あ、いたいた、ここだ。ほらこれ、わかりますか？この尻尾の付け根に大量にみっちりくっついてるのがヌマエラビルです。ここにもいますね、こいつ。これがヌマエラビルです。今日はこいつらを取り除いていきます。この尻尾の付け根が本当にすごいな。ここだけで一体何匹いるんだ？そう、ヌマエラビルってね、体の下の方が吸盤みたいになってて、その吸盤で亀の体に張り付くんで、結構しっかり張り付いてるんですよね。ピンセットでこうやって取らないと取れないぐらい亀が暴れ始めちゃった。でもお前のためなんだ。よし。ちっちゃいのもついてるな、なんか。でっかい成虫からちっちゃいのまで。そしてこの甲羅のつぶつぶ、これはヌマエラビルの卵ですね。これもほっとくとどんどんまたヌマエラビルが出てきちゃうんで、こそぎ落としましょう。これでね、多少は甲羅に傷がついちゃったりするでしょうけど、寄生虫がつきっぱなしというよりはいいでしょうから。ヌマエラビルはね、名前の通り血を吸う生き物なんで、まあなんか多少であれば亀に対して問題はないって言うんですけど、まあ、血を吸われてね、全く問題ないってことはないと思うんで、ものすごい数とかついちゃったりしてたら多少はね、亀にも問題が出てくると思うんですよね。至る所についてますね。はい、ヌマエラビルの成虫も卵も除去して全身きれいになりました。元気いっぱいです。でこちらの子は俺が他の星で捕まえたクサガメになるんですけども、この子はね、成虫はついてないんですけど、これ卵がびっしり至る所についてるんですよね。うわ、すげえ。この辺もね、はい、綺麗になったかな。うん、綺麗になりましたね。最終的に1匹の亀からこれだけたくさんのヌマエラビルが出てきました。どれぐらいいるかな、多分20匹近くいるんじゃないかな。こんな生き物です。名前の通りね、体全身にこの細かいふさふさしたエラがついていて、顔の先端と一番後ろの部分が吸盤になっていて、こうやってね、シャクトリムシみたいに動きます。大きさとしてはね、最大1センチくらい、これが俺の小指の先なんですけども、これぐらいのサイズ感ですね。でこのヌマエラビルっていうのがすごい生き物で、多分ね、世界で一番冷凍耐性がある生き物なんですよね。まあ、クマムシとかもすごい冷凍耐性がある生き物って言われてるんですけども、あいつらってまあ一回休眠状態に入ってからじゃないとダメなんですよ。いきなり冷凍されたんで普通に死ぬんですよね。このヌマエラビルっていきなりもう常温状態から凍らされても大丈夫なんですよ。あのマーシーの取ったり買ったりって YouTuber がね、実験したんですけども、いきなりこいつを凍らして1年間冷凍庫に入れっぱにして解凍しても生きてたっていう実験動画がありましたので、ぜひそちらもね、見てみてほしいんですけども、それぐらい冷凍に強い生き物なんで、まあ、クサガメとかね、日本じゃ冬眠しますけども、その冬眠する程度の寒さなんか全然耐えれちゃう。まあ、その間もね、ずっと寄生し続けられちゃうっていう生き物なんですよね。野生のクサガメにはね、結構これついてること多いです。いる地域、いない地域あるんですけども、いる地域だったらなんかほぼほぼ全部についてるってぐらいついてるし、
こいつがついてるクサガメとついてないクサガメ一緒に飼ってるとすぐ映るんで、野生で取ってきたクサガメとか、まあ、石ガメとかを飼育するときは、まずこいつがついてないかしっかり確認してから同じ水槽に入れないと、他のね、ついてなかったカメにまで寄生しちゃいますんで、気をつけましょうね。という感じで、今回の動画はこれで終わりです。また、次の動画でお会いしましょう。